むかしむかしこどもがいないおじいさんとおばあさんがかみさまにおねがいをするとこゆびくらいのおとこのこがうまれましたなまえはいっすんぼうしにしましょうふたりがたくさんごはんをたべさせたので ぼうしはとてもげんきにそだちましたじいさまばあさまおいらみやこをみてきたい。いっすんぼうしははりをかたなにしてこしにさしおわんにのってかわをのぼっていきましたみやこについたいっすんぼうしははじめにだいじんのやしきにいきました。 大臣は体は小さいけれど元気な一寸帽子を大層気に入り自分の家で働かせることにしました。ある日、お姫様がお参りをするので一寸帽子がお供をすることになりました。お参りが無事に住んで帰ろうとした時です。うまそうな娘じゃ 鬼が突然お姫様にがとつぜんおひめさまにおそいかかりました。一寸法師はおののにのくちのなかにとびこみかたなでおにのおなかのなかをチクリチクリ「いてててててこりゃかなわん!」。おには一寸法師をはきだしにげていきました「おやこづちがおちているわ」。ての鬼が願いがいう、 うちでの小づちをわすれていったのですお姫さまわたしの背を高くしてくださいお姫さまが小づちをうつと一寸法師の背が高くなりりっぱな若者になりましたこのはなしをきいて大臣はおおよろこび姫をよめにもらっておくれ一寸は、 おじいさんとおばあさんをよびおひめさまとけっこんしてしあわせにくらしました。